松本盆地の地形図松本盆地は長野県松本市街地と周辺一帯からなる盆地。安佐川、西川を挟んで松本市、塩尻市周辺の松本平と安美野市周辺の安美平とに分けられる。江戸時代にはわずかの天領、旗本領及び他藩の飛び地を除き大部分を松本藩が領していた。県域人口は約40万人。 県下シナノの国に謳われる四つの平の一つで、四つの平のう内最大の面積を有する。上空からの松本盆地松本盆地の標高は500メートルから800メートル。かつては海の底だった。周辺には北アルプス、上高地や美しが原がそびえ立つ。あずさ川、奈良井川などにより、扇状地や貸し断球を成している地域もある。 継承地安住野もこの中にある。国道19号、国道147号、国道158号、JR 篠ノ井線、JR 大糸線、長野自動車道などが地域を通過する。クリップ、松本盆地周辺フォッサマグナ西園部に形成された、地高成の盆地で、糸井川静岡構造線が南北に貫き西側には北アルプスがそびえ、東側は、 中央高地帯に挟まれる地域。盆地の東園を松本盆地東園断層群が南北に走っている。桃園の断層帯に沿うように北からは高瀬川が流れ、北アルプスから流れ出すあずさ川と交流した西川が、西川丘陵,陵帯を蛇行しながら侵食し流下する。また、盆地の西園には品野坂断層、常年岳撃新断層が南北に走っているが、 常年だけ奇心断層は、地殻変動の境界ではないとされている。新生代第三期の別所層と、青木層が分布している旧志賀村の保福、寺川カ,カード湖からは、かつてこの地域が海底であったことから、化石気脚類のアロデスムスや、マッコウクジラの全身骨格化石、内村有印外し、白ウリガイなどが出土。断層帯豊川静岡構造線上にあることから、 松本盆地桃園断層、牛伏寺断層など多くの地震発生記録の残る断層があり、松本盆地桃園断層群と呼ばれる。特に牛伏寺断層は地震の発生確率の高い断層として注目されている。断層帯の南部は岡谷断層群、諏訪断層群へと続く。松本盆地と周辺地域を震源とする主な地震いずれの市町村の場合も、 山間地を除く。2011年7月24日、低波時点。ありがとうございます。